エルバーソンロードのジョアンナゼネラルストア。ジョアンナはアメリカ合衆国ペンシルベニア州バークス郡南部の農村地域の中に位置する非法人地域。ジョアンナはローブソン郡区の南部ボロであるニューモーガンの近傍にあり、カーナーボン郡区やペンシルベニアターンパイクにも近い。ジョアンナはツインバレー学校区の管轄となっており、高等学校が集落の近くにある。 この集落は、金傍にあった、ジョアンナコーロから名付けられた。1792年に、この洋光炉を開設した、共同事業者の一人サミウェル・ポッツは、妻の名を取って、これを、ジョアンナコーロと名付けた。このかつての洋光炉の跡は、ジョアンナ洋光炉史跡として保存されている。1830年には、ジョアンナ・ファーネスという曲名で郵便局が開設され、 1890年には、ジョアンナと解消されたが、1964年に至り、郵便局は廃止された。ありがとうございます。